場、場、工学分野では、展開、次回など境ともとは、物理量を持つものの存在が、その近傍、周囲に連続的に影響を与えること、あるいはその影響を受けている状態にある空間のこと。物理学において、場は、時空の各点に関連する、物理量である。場では、座標及び時間を指定すれば、スカラー量、ベクトル量、 テンソル量などのある一つの物理量が定まる。つまり、数学的には、空間座標が独立変数となっているような関数として表現できることがその特徴である。場に配置される物理量の種類により、スカラー上、およびベクトル上などに分類することができる。場の各点の値が、ベクトル、スピノル、例えば、ディラック電子、またはより一般的にテンソルであるようなとき、 場はそれぞれスカラー状、ベクトル状、スピノル状、またはテンソル状となる。例えば、ニュートンの重力場はベクトル状である。時空の点における値を規定するには、その点の重力場ベクトルの要素の3つの数を決める必要がある。さらに、それぞれのカテゴリー、スカラー、ベクトル、テンソルの中でも、数、またはのどちらで特徴付けられるかによって、場は古典上、 または、量子上へと分類できる。場の具体例として、電磁場、電磁場と磁場や重力場などがある。場は、空間のすべてにわたって広がっていると考えられるが、実際問題として、ある程度の遠距離では、すべての基地の場の強度は検出できなくらいまで弱められる。例えば、ニュートンの重力理論では、重力場の強さは重力によって引きつけている。 物体からの距離の事情に反比例する。それゆえ、地球の重力場は、宇宙スケールではすぐに検出できなくなる。場を、空間中の数、として定義する際に、場は、物理的実態を持つとみなされている。場は空間を占有し、エネルギーを含み、その存在は、真の真空を排除する。真空は、物質がない状態であるが、場は存在する。場は、 空間内の状態を生み出すことで、その中に粒子が置かれた時に、粒子は力を感じることができる。もし電荷が動かされた場合、他の電荷への影響は瞬時に現れるわけではない。動かされた電荷は運動を与えたものからの反作用力によって運動量を得るが、別の電荷への影響は瞬時には伝わらない。動かされた電荷からの影響力は高速で運動して、 他の電荷に到達してからその粒子へ運動量を与える。この電荷へ影響力が伝わるまでの間、伝えられるはずの運動量はどこにあるのか運動量保存の法則が成立する限り、それはどこかになくてはならない。物理学者たちは、力を解析するために非常に便利なものとして、場の中に運動量が存在すると考えることを発見した。この有用な考え方により、 物理学者たちは、電磁場は、実際に存在すると信じるようになり、現代物理学の全体系のパラダイムを支える、場の概念を構築していった。ジョン・ホイーラーとリチャード・ファインマンは、場以前のニュートンの遠隔作用の概念を検討した、一般相対性理論と、量子電磁力学の研究のために、場の概念は当面有効なので、彼らはそれらの遠隔作用の検討は後回しにされた。 電磁場は運動量とエネルギーを持つことができるという事実は場を非常に現実的なものにする。すなわち粒子は場を作り、その場は他の粒子に採用する。そして場はちょうど粒子が持つ性質と同じようにエネルギーや運動量というおなじみの性質を持つ。場の理論は通常常の力学を構築する理論のことを言う。例えば、どのように場は時間変化 または、場の他の構成要素に対する変化をするかを規定する。通常、これは、場のラグランジアン、またはハミルトニアンを記述し、それを無限自由度の系の古典力学、または、量子力学として扱うことによってなされる。場を取り扱う枠組みによって、場の理論は、場の古典論、または、場の量子論に分けられる。 現代物理学において最も頻繁に研究されている場は、いつの日か統一上理論を導くであろう4つの基本的な力をモデル化するものである。古典上の力学は通常、上の成分の単位であるラグランジアン密度によって規定され、その力学は作用原理を用いて記述することができる。マイケル・ファラデイは、次世の研究の中で初めて場の重要性を 物理的対象として認識した。彼は、電情及び磁場は、粒子の運動を決定づける力の場であるだけでなく、それらはエネルギーを蓄えており、独立した物理的実在であると考えた。この発想は、最終的に、ジェームズ・クラーク・マクスウェルによる、電磁場の方程式の導出へと、つながり、物理理論の中で、最初の統一上理論として結実した。 これらの方程式の現代的な形は、マックスウェル方程式と呼ばれる。19世紀の終盤、電磁場は空間中の2つのベクトル上の集合として理解されていたが、現在では、これは時空の中の1つの2回反対焦点ソル状として理解されている。アインシュタインの重力理論である、一般相対性理論は、もう1つの古典状の理論である。ここでの原理は、 時空の中の2階の対象テンソル上である、軽量テンソルである。一般的な設定では、古典上は、ファイバー束の切断によって記述され、それらの力学は、の観点から形式化される。では、ゴースト上などの奇数の場が扱われる。との多様体上で、奇数上の異なる記述が存在する。熱的に由来だ、古典上は、どの点でも、微分不可能なので、 有限温度の古典上をきっちり扱う場合には連続の方法を用いる必要がある。量子力学はすべての物理現象を説明する理論であると多くの研究者によって考えられており、場の古典論は少なくとも原理上は量子力学によって書き換えることができるはずである。これに対応する理論として成功しているのが場の量子論である。例えば古典電磁気学の量子化は 量子電磁力学を導く。量子電磁力学は非常に成功した物理理論の一つである。実験データはこの理論の予測精度が他の理論のものと比べて顕著に高いことを示している。他の二つの根本的な場の量子論は量子職力学及び電弱理論である。これら三つの場の量子論は素粒子物理学のいわゆる標準模型の特殊な場合としてそれぞれ。 導出することができる。重力の場の古典論である、一般相対性理論は未だ量子化に成功していない。場の古典論は、量子力学効果が現れない領域では依然として非常に有用であり、現在も研究が盛んな領域である、物質の弾性、流体力学及びマクスウェル方程式の領域がそうである。古典上、または量子上において、 その中で場を分類する便利な方法は、場の持つ対称性によって行うものである。物理的対称性は通常2つの型が存在する。場は時空の変換のもとでの振る舞いによって分類されることが多い。この分類で用いられる用語は次のものがある。場は時空対称性に加えて内部対称性も持つ。例えば多くの状況で、 時空スカラーのリストであれば、ファイ、ファイ、ファイが必要となる。例えば、天気予報において、それらは、気温、気圧、湿度などであろう。素粒子物理学において、クオークの相互作用のカラー対称性は、アイソスピン、または、フレーバー対称性と同様に、強い相互作用の内部対称性の一例である。もし問題の対象の成分が、 時空を含まない変換による対称性を持つなら、その時この対称性の集合は内部対称性と呼ばれる。内部対称性の下での場の変化を分類することもできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。